はい、こんにちは、116インズです。さて今回は俳優でもなくドジャースのキャッチャーでもないベテランのリリーフピッチャーのウィル・スミスについて話していこうかと思いますが、先日スミスはロイヤルズと1年500万ドルの契約に合意したと報じられました。契約には登板数に応じた出来高が含まれていて、来年60試合以上に登板すれば追加で最大100万ドル受け取れる契約となっています。スミスは実はメジャーデビューがロイヤルズの選手で、この当時は先発をやっていましたが、その後ブルペンに回って2013年オフには青木宣親選手とのトレードでブルワーズへ移籍、以降はリリーフ1本で様々なチームで活躍し、ジャイアンツ時代の2019年にはオールスターにも選出されましたよね。なので今回のロイヤルズとの契約で実に11シーズンぶりにまたロイヤルズでのプレーが叶うことになりそうですが、通算573試合に登板し113セーブを稼いだ34歳のベテラン左腕の加入はロイヤルズブルペンにとっても頼もしい存在となってくれることでしょうし、またロイヤルズではおそらくクローザーとして使われる場面も多くなることでしょうから、これまでの経験を生かして頑張ってもらいたいところです。でここまで聞くと、まあベテランのリリーフが久々に古巣に帰ってきたんだなくらいにしか正直思わなそうですが、実はスミスはとある大記録が継続中でして、それが来年も続くか注目されている選手です。その大記録というのはここ3年の彼のキャリアの歩みを見るとよくわかります。時を遡って2021年、当時ブレイブスに在籍していたスミスはこの時はチームのクローザーとして活躍、71試合に登板して37セーブ防御率 3.44、 まあ成績からもわかる通り絶対的と言えるほどの存在ではなかったかもしれませんが、それでも対戦した全打者に占める奪三振の割合は 30% は超えていましたし、基本的には試合をしっかり締めてはくれていましたので、役割自体は全うしていたのかなと。この年のブレイブスはアクーニャを大怪我で失うなど、シーズン中盤まで苦しい戦いを強いられた中で、夏場の補強が効いた結果としてどうにか地区優勝してプレーオフに滑り込んで、10月を戦うチャンスを勝ち取ったところ、そこから見事な戦いぶりを披露。特にブルペンが本当によく踏ん張っていた印象が強いですが、スミスもその一人で、レギュラーシーズンとは打って変わってポストシーズンに入ってから抜群の安定感を発揮し、11試合11回を投げて全て無失点。世界一を決める最後のアウトを取った時にマウンドに立っていたのもこのスミスでした。続く2022年、ブレイブスが新たなクローザー候補としてドジャースから FA となっていたケンリー・ジャンセンを獲得し、スミスはセットアッパーの役割に回されますが、前年から成績を落としてしまいます。6月末時点では防御率 3.30 でしたが、 FIP との乖離が大きく、奪三振が減って四球が増えてしまい、安定感に欠けるピッチングが続くと、7月に入ってからまとまった失点も喫してしまい、ブレイブスブルペン内での序列もダウン。最終的にはトレードデッドラインを前にして先発陣を強化したかったブレイブスは、アストロズからジェイク・オドリッチを獲得する代わりに見返りとしてスミスをアストロズへ放出。アストロズに来てからはフォーシームとスライダーにほぼ絞って、メカニックも少しいじったことで移籍前と比べて成績をやや持ち直しましたが、いかんせんアストロズブルペンの層が厚く、重要な場面でスミスが起用される機会はあまり多くはありませんでした。プレーオフに入ってからもワールドシリーズまではメンバー外で、ワールドシリーズではメンバーに入ったものの登板機会には恵まれず、まあ本人的には不本意な部分も多かった年でしょう。ただ幸いアストロズは世界一に輝き、スミスは一人だけワールドシリーズ連覇ということにはなりました。でアストロズから FA となったスミスですが、なかなか契約が決まらず、今年3月になってようやくレンジャーズと1年150万ドルの契約にこぎつけますが、レンジャーズは近年大型補強をしていたとは言っても2022年に94敗したチーム。さすがにスミスのワールドシリーズ連覇記録もここでおしまいかと思われました。スミスはというとシーズン序盤からレンジャーズのクローザーとして起用され、特にスライダーが絶大な威力を発揮してましたね。8月頭の時点で防御率 2.70、 レンジャーズも大方の予想に反して AL 西地区の首位を快走するなど、スミスとの150万ドルの契約は大バーゲンのように思われましたが、ただ8月以降に一気に息切れしてしまい失速。8月5日以降では防御率 8.31 とボロボロで、チャップマンやル・クラークの存在もあったことから、あっという間にブルペン内での立ち位置を失ってしまいました。ポストシーズンに入ってからもあまり出番を与えられず、前年に続いて本人のパフォーマンス的には悔しい終わり方をしてしまった感はありましたが、ただなんとレンジャーズはワイルドカードから勝ち上がってチーム史上初めての世界一を達成。これによりスミスは北米4大スポーツ史上初めて異なるチームで3連覇を達成するという偉業を成し遂げました。まあこれが今のスミスの大記録なわけなんですけれども、となるとですよ、来年2024年の世界一はもしかしたらカンザスシティロイヤルズになるんじゃないかと、スミスが一人4連覇を達成しちゃうんじゃないかと期待してしまうわけですが、ただ今年のレンジャーズ以上に高いハードルではあるでしょう。今季のロイヤルズはシーズン106敗、なかなか再建から抜け出せないばかりか年々成績が悪化している状況にありますし、レンジャーズが2年間あれだけ補強してようやく世界一になれたわけですから、今のロイヤルズが来年一気に世界一となるためにはもう相当に補強を頑張るですとか、若手が台頭したりですとか、まあそういったことがないとなかなか難しいのは間違いないでしょう。一応ロイヤルズフロントも今オフ特に先発陣強化に動こうとしているのではないかと、 G アセチックケンローゼンタール記者の記事などでも触れられていますし、実際に先日カージナルスと契約したソニーグレイにもオファーしていたとされます。
グレイには振られてしまいましたが、マーカス・ストローマンやセス・ルーゴなどのピッチャーにも興味があるようで、チームを前進させたい意向は示しています。ただまあ、いくらコンオフ・ロイヤルズが補強しようとも、それでも来年いきなり世界一はやっぱりかなり難しい、現実的ではないと思いますが、スミスの記録のことだけを考えるのであれば、ロイヤルズ入り自体は決して悪い選択肢ではないかとは思っています。というのも夏のトレードデッドラインでコンテンダーに移籍する選択肢があるからですよね。ロイヤルズで言えば昨年オフにバウンスバック読みで1年契約を結んだアロリディス・チャップマンがそれこそ夏にレンジャーズで移籍し、結果世界一に輝いていますが、スミスもこのチャップマンと同じルートに乗れるかもしれないと、今来年の成績がどうなるか全くわからない段階でコンテンダーになりそうなチームを選ぶよりかは、来年夏にある程度勢力図が見えてきた段階でその時のコンテンダーに移籍した方が、一人ワールドシリーズ4連覇の可能性は高くなりそうですし、まあ言い方は悪いですが、ある種勝ち馬に乗るような形になれそうな意味で、ロイヤルズとの契約は記録のことだけを考えれば悪くはないのかなと。ロイヤルズでならクローザーとして使ってもらえる可能性も高いでしょうから、自分の力を示す場面が十分にある点でもいいでしょう。もちろんスミスがコンテンダーに求められるくらいに来年前半戦活躍することが大前提でありますが、今下手にコンテンダーを選ぶよりも実は記録継続の可能性が高い選択肢なのかもなと思った次第です。スミスのこの記録が来年も続くか見ものですよね。ワールドシリーズ制覇を1回でも選手として経験するのは決して簡単なことではないところでの3連覇ですから、可能な限り記録は続いてほしいですし、チーム単位で見ても連覇はやっぱり難しいですからね。先ほども触れましたが、21世紀に入ってからワールドシリーズ連覇したチームは1つとしてありませんし、最後の連覇もヤンキースが1998年から2000年にかけて3連覇したのが最後。スミスが来年挑戦する4連覇はチーム単位でも1949年から1953年にかけて5連覇した、これまたヤンキースが最後ですので、当たり前ですけど放送できるものでもないと。おまけにスミスはここまで3連覇すべて別々のチームで経験し、しかも来年はロイヤルズでスタートということで、4連覇をまた別のチームで経験できるかもしれないと。北米4大スポーツ史上初めての記録を伸ばすことはできるのか、来季のスミスの動向を頭の片隅にでも入れておいたら面白いかもしれませんね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。